こんにちは岐阜県美術館学芸員の柴鈴香です大橋水石展美術講座後編パリ万博後の東京時代水石を支えた人をお送りします1900年初めての万国博覧会出品でいきなりの金メダルを受賞した大橋水石 彼は一体どうやって万国博覧会に出品することができたのでしょうか実はパリ万博で出品した2点の虎の絵のうち1点は金子賢太郎という人による出品でした。金子賢太郎は明治から昭和にかけ官僚、政治家として活躍した人物です。大日本帝国憲法の起草に参加したことで知られています。 5度の渡米経験を持ち、欧米を周遊していた、政界きっての西洋通でした。一方で、日本で最初の美術団体、日本美術協会の3代目会頭を務めるなど、美術愛好家としての側面も持っていました。金子と水石がいつ出会ったか、確たる資料は見つかっていません。しかし、金子は1894年、 博覧会を管轄していた農商務省の次官となっており、この頃に水石を知ったと考えられます。金子自身、水石の作品を愛憎し、知人が訪ねてきたら所蔵の屏風や掛け軸を見せていました。そして、パリ万博の後、水石が明治天皇へ作品を献上する際も、金子は力を尽くしました。 その後の古典やさまざまな折に応援してくれた一番の支援者だったのです。この写真は、大垣新町の水石亭で撮影されたものです。椅子に座った金子と、一番右に水石が見えます。当時、すでに市である渡辺翔華を失っていた水石にとって、金子の支援は大変ありがたく、晩年の水石は、 金子への恩を振り返って涙を流したといいます。水石と金子の交流は終生続きました。水石から金子へ神戸牛の味噌漬けが送られたり、金子から水石へお正月の死を送ったりと、最晩年の交流が金子の日記に記されています。大垣の人に、 おとなしく人の前では物も言えないような人と言われるほど内向的だった水石ですが1900年パリ万博のあと一時期東京へ進出していました渡辺翔歌についていた時一度上京しているのですが母も師匠も亡くなったあと再びの状況です東京時代の水石はどのように過ごしていたのでしょうか 文献の中で若い頃の水石の写真を見つけました。皆さん、晩年のお肥料を蓄えた千人のような水石のイメージが強いかもしれませんが、若い頃は精悍なお顔のお立ちだったんですね。東京での水石を支えた人がいました。藤間義郎という人物です。藤間は明治三年、東京生まれ、水石より5つ年下で、 軸や屏風、薄間などを表層する表具師でした。日本橋と京都で修行し、独立して麹町で店を構えます。評判はすこぶるよく、内務省の移植により国宝を修繕したり、山内家、井伊家、蒲山家など、そうそうたる家の仕事をしていたといいます。追跡は、この藤間の家に奇遇していました。追跡と藤間はずいぶんと仲が良かったようです。 兄弟の縁を結び必ず成功ししようとと人で約束したと言いますこの写真は東京市麹島地区中六番町の藤間宅で撮影されました。後列右が藤間、左が水石、手前はそれぞれの妻と藤間の子供たちです。この奇遇先で水石は精力的に作品を描いていきます。 パリ万博後、大変な評判を呼んだ水石の虎を欲しがる人は多く、水石は多くの依頼に応えていったのです。さて、もう少し東京時代の水石に会いに、当時の地図を広げてみましょう。これは大正1年、1912年の東京。現在のような住宅地図は当時なく、番地と著名人の名前が記された地籍地図と呼ばれるものです。 水石が過ごした時期より少し下りますが、ここから面白いことがわかります。拡大してみましょう。皇居からほど近いここ、島町は現在の東京都千代田区にあたります。水石の最大の支援者、金子健太郎は島町区一番町30番地。ここです。一番。現在も残るイギリス大使館の近くです。 水石が帰遇した藤間家は歩いて行ける距離、中6番町48番地にありました。ご近所ですね。金子と水石の間にとある有名人も住んでいました。東郷平八郎です。万博での金メダルで人気を博した水石の虎はなんと、当時の巨大戦艦三笠に飾られていました。こちらがその絵です。 この絵は、東郷が日本海海戦の戦勝外戦を祝い、軍人秋山真之,之に贈られたもの。この作品は、戦災で消失したようで、現在見ることができませんが、もう一つ、追跡と東郷のつながりがわかるものが、大垣の新町に残っています。毎年5月に行われる大垣祭り。追跡の故郷、新町も、祭りには菅原山を引きます。 実は、山の舞台には、東郷平八郎が詩を記号した変額が飾られています。新町がこの額を入手したのは1924年、大正13年のことです。水石の故郷に詩を送るほど、東郷と新町、水石の関係が強いことがわかります。実は、先ほど紹介した藤間義郎の顧客に東郷平八郎がいました。 明治の東京で熱い約束を交わした藤島が、東郷に追跡を紹介した可能性は大いにあるでしょう。菅原山に関係して、もう一人、東京のご近所さんをご紹介しましょう。追跡と同居大垣出身の久保田金五郎です。久保田は、神島地区中六番町45番地に、タバコや洋酒など西洋の食品を売っていた、 青木堂を営んでいました。水石の寄遇先からすぐそこです。こんなに近所に同居の人がいるというのは、内向的だった水石にとっては、とてもありがたいことだったのではないでしょうか。この久保田金五郎も、水石の作品を持っていました。それは、新町の菅原山に飾られていた、見送り、孫子の図です。実は、 今残っている見送り、岩城猛虎の図は2代目なのです。農美大震災で旧菅原山は消失してしまいましたが、新しい山が1917年に再興した折、新町から依頼され、水石は木画で虎を描きました。しかし、再興の後も数年間、経済的事情で山は白木のままでしたが、1920年、久保田金五郎から 2000円の寄付を受け漆塗りに出せることとなりましたこの時初代の見送りは新町から久保田に送られたといいます当時相当な金額だった寄付金からもわかるように久保田は故郷に大変な思い入れがあったのでしょうそれは水石も同じです現存している左右の水引きは利き手の右手が神経痛で使えなかった時期左手で描かれたものです 左手でもなお、故郷を思う強い気持ちが伝わってきます。また、最晩年に故郷の小学校へ送った、大ラズからわかるように、老衰で体が衰えている中、水石は最高傑作を生み出しました。パリ万博後、水石が東京に住んでいたのは1901年頃から1903年という短い間でした。しかし、 その間に金子健太郎、三島義郎、東郷平八郎、久保田金五郎との交流があったことは、その後の水石の人生を支え続けました。また、水石は今でも地元大垣を中心に愛されている作家です。今回の展覧会期中、大垣の方からいろいろなエピソードを聞くことができました。小学校で出会った水石さんの虎に憧れたお話。 小さい頃は菅原山に飾られた水石さんの虎を見上げながらその後ついていったお話水石さんが生きていた頃を知る父母が自分のことのように水石さんはすごいんやと誇らしげに話してくれた思い出などなど大橋水石という画家は今もなお郷土の誇りとして息づいています明治の博覧会と東京時代の水石についてお話をしてまいりました いかがでしたでしょうか。今回の展覧会をきっかけに、岐阜大垣の偉人、大橋水石を知っていただけた機会となったなら幸いです。新型コロナウイルス感染症拡大のため、当初は開催が危ぶまれましたが、ありがたいことに、当館での展覧会は最終日まで無事に開催することができました。一重に大切な作品を貸してくださったご所蔵者様、関係の皆様のおかげです。 本当にありがとうございました。そして、岐阜県美術館にご来館いただいた皆様、遠方で行けないけれど行きたかったと声援を送ってくださった皆様に心より御礼申し上げます。岐阜県美術館はこれからも大橋水石のような強度の作家を紹介していきます。どうぞ次の機会もお楽しみに。長い時間ご清聴いただきありがとうございました。